東松島市は、宮城県の中部に位置する市である。仙台湾沿岸にある。奥松島城門村歴史資料館から見た、大高森。宮城県の中部に位置し、周りを、石巻市、三里町、松島町に境を接する。また、南側は、太平洋に面している。伸びるは、鳴瀬川の河口にあたり、北上運河。 東名運河も通じる。市の南部には、陸系島の宮戸島が浮かぶ。2005年4月1日、東松島市は、物群山本町となる瀬町の合併によって、発足した。2011年3月11日の、東日本大震災では、津波の襲来で、死者1000人以上が出て、市内全住宅の3分の2を超える、約1万1000棟が、全半壊した。 ノびる海岸では10.35メートルの津波が観測された。ノびる地区では、東側の石巻湾から押し寄せた津波が、内陸2キロ弱を横断し、西側の松島湾に流れ込んだ。ノびる小学校の体育館で13人が、特別養護老人ホーム、フローへの入所者56人が亡くなるなど、ノびる地区や大曲地区が、壊滅的被害を受け、 約1100人が犠牲となった。航空自衛隊松島基地も冠水し、多くの航空機が破損した。一方、伸びる地区では、民間人の佐藤義文が、自宅裏の岩山に10年かけて、避難階段と避難小屋を作っていた。近所の住民は、津波なんて、ここまで来るわけがないと佐藤を。 変わり者扱いし、この避難所を佐藤山と呼んでいたが、結果的に約70人が津波被害を免れた。死者は1109人。2014年1月時点、行方不明者は25人。浸水域は市街地の約65%に達した。電気の復旧は約2週間。宮戸地区は津波被害が甚大のため復旧まで。 約3ヶ月かかった。上水道は2週間以上かけて徐々に復旧したが、宮戸地区では3ヶ月以上かかった。携帯電話の復旧には7日程度、固定電話の復旧には2週間程度を要した。千石線の山本駅と松島海岸駅の間が普通となり、バスによる代替輸送に変わり、延びる北部の丘陵地区へ路線の変更が決定した。 2020年2月1日、市長協会変更が実施され、隣接する三里町の二号技裏地の一部が、東松島市に編入され、東松島市、西福電寺大日向の一部が、三里町に編入された。松島基地証券としては、石巻証券の範囲であるが、近年4グループ系のショッピングセンターが市内に、完成したほか、三陸沿岸道路の開通もあり、 仙台とのアクセスは向上した。市内には、航空自衛隊松島基地があり、極技飛行隊のブルーインパルスはこの基地の所属である。東松島高校の校門。山本駅の駅舎。高速道路一般国道剣道台高森から眺めた松島湾。松島4体館の一つで、総館と称される。室浜から見た、佐賀系。 松島基地の航空祭におけるブルーインパルスの展示飛行。注釈出展参考文献、ありがとうございます。